練習試合、楽天後から6位日本ハム、18日、緊張ベースボールスタジアム。一本ハムが5点リードを追いつかれる展開になったものの、同点の9回13塁から、清水が決勝の右前敵地打を放ってこれで対外試合5連勝。2年連続最下位からの逆襲を目指す今季、まだ練習試合の段階とはいえ、 着実に白星を積み重ねている就任3年目を迎えた新庄監督にファンの期待は高まっている。写真、現役ドラフトで加入した水谷が激走でチャンス演出へッすら姿にセンス溢れる。この日、対外試合初本塁打を放った新スケットのレースについては、これは当たりだろ。救世主確定、優勝受け追い人、もはや期待しかない。 といったコメントが SNS 上に並んだ。対外試合5連勝と勝ち癖が身につきつつある現状に関しても、あかん優勝してまう、優勝一択。今年の期待値は高いです。練習試合だけど嬉しい。去年の連勝記録に並んだぞ、正直強すぎ、と興奮で胸を高鳴らせているコメントが踊っている。